アマチュア無線、日本アマチュア無線連盟一般社団法人日本、アマチュア無線連盟は、アマチュア無線愛好家を中心として組織された、非営利団体である。日本におけるアマチュア無線の健全な発展を図り、合わせて、内外の無線科学、文化の向上と発展に寄与することを目的とし組織、されている。英文略称から、ジャールと呼称される。会員は、 アマチュア局を開設している者による声援と開設していないがアマチュア無線に興味を持つ個人である順位、声援と同居している家族であって個人でアマチュア局を開設している家族会員、連盟の趣旨に賛同し連盟の事業を援助しようとする個人、法人、団体による参助会員に分けられる。無線従事者であってもアマチュア局を開局していなければ還元すれば 呼び出し符号がなければ、正員にはなれない。アマチュア局の免許が失効した場合には、個人は正員から順位に変更され、社団は順位にはなれず大会となる。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員は40人以上100人以下の範囲で正員から選出される。任期は2年。表彰は角を丸めた縦長の菱形の中に、 アンテナコイルアースの記号、四隅に頭文字である。文字以外は、世界中の同種団体でほぼ共通である。会員はこの表彰を、事故のアマチュア局や、QSL カードなどに掲示することができる。2014年10月1日現在この他に、ヤール本体の組織ではないが、ヤール登録クラブがある。一般社団法人移行時の提款による。 1. 1電波利用による科学技術の振興を図るための次の事業に、災害の防止及び被災者の支援を図るための次の事業 3. 国際総合理解の促進を図るための次の事業 4. 更新症及び受診症の転送事業 5. アマチュア無線に関する権利その他本連盟の目的を達成するために必要な事業 QSL ビューロを運営している。2000年には経費削減のため 島根県氷川郡氷川町にある企業に委託、QSL ビューローは本部から移転した。過去にはバンドプランの制定など、国に対しアマチュア無線からの代表として一定の役割を果たしてきたが、昨今の電波の有効活用の議論が高まるにつれ、周波数帯の確保など、果たしてアマチュア無線からの利益にかなう活動が行われるかどうか、多くの会員から疑問視されている。 一例として2006年にはそれまで反対の立場を表明していた PLC に対して一点容認をしたことが挙げられる。1980年代のアマチュア無線ブームをピークとして年々会員が減少しており、会費収入源による財政難を理由に期間紙やあるニュースは月間であったものが近年は各月間、さらには期間に変更されるなどサービスは低下しつつある。 QSL カードの転送業務も受託先を変更してもなお滞っているとの批判が耐えない。もとがヤールの財政的な安定のために創設した終身会員制度であるが、これがかえって財政を圧迫する状況となる。終身会費は1万円、3万円、5万円、8万円、20万円と改定され、さらに新規取扱いが停止となった。解約はこれでまらず。 最終的には全労した会費を生産し、改めて年会費を徴収しようという不誠実な対応がなされた。2002年に制度は廃止され、それまでに終身会員となった者も、最長で2033年には権利を喪失し、一般生員として取り扱われる。この件は2009年12月、全終身会員に対し郵送通告された。 しかし多数の就寝会員の反発を招き、2010年5月の年次総会で定義は否決。就寝員の身分資格は、なお、従前の例によると定められる。阪神淡路大震災のために集めた寄付金が一部を除いて、ヤール本部の金庫に放置してあったこと。さらにこれが、スマトラ沖地震の義援金に流用されたことが、2005年に発覚。 総会でも追求された。趣味の団体とはいえ、国民共通の財産である電波に関わる社団法人の代表が全く交代のないことも以前から問題視されている。その会長に関しても、所持している無線従事者免許の資格範囲を超える出力資格が必要となるで、記念アマチュア無線局で更新したなどの疑惑が報告されており、一向に盛り上がらない。 同連盟の運営とともに批判されている。2013年10月末には、ヤール公式ウェブサイトがなぜか、丸2年前の内容に戻り、さらには、ヤール事務局から、ウェブページの更新ができなくなるという問題が発生。一説には、ウェブサイトの運営委託先との契約トラブルが、原因とも言われるが、ヤール事務局は、障害が発生したとの見告知を行っており、 詳細は明らかにされていない。結局事務局側では同サイトを放棄して、もともとミラーサイトを運営していた jarl.org ドメインで公式サイトを再構築することになり、11月19日に暫定運用を開始。最終的に2014年3月26日より新サイトで全サービスを再開した。現在はリンクできない処置が取られ、2。 リンクされるため、旧サイトは表示されなくなっている。ありがとうございます。